うるさいなぁ、ほんとに。でさぁ、カルビ、うまくなるかな。いや、アリケン、もう少しさ、いい教え方できないの？いや、結構ね、優しく教えてんだけどね。何がダメ？ここだけの話、ここだけの話にする。カルビの？うん、もう帰ってくる前に早く。まず対空が、うん、対空変えないとダメなのと、うん、あとカルビの弱いところって急に動かなくなることなんだよ。あいつ止まるよな。そう、多分脳みそが停止してる、あの瞬間。気絶してんのかなってなんだけど。多分気絶してる。うん、そうなんだよね。気絶してるんだよね、多分あの時間。あいつあれの時間がなくなったらもっと勝てるようになると思うんだけど、ずーっと気絶してるからね。どうすればいいの？V トリガー出してから上見ろってのもなかなか理解が追いつかないからね、あれね。ああいうとこ惜しいんだよな。だ、教えたことが全部できるようになったら超強いよ、多分。俺も負けちゃう？多分負ける。負けたし。すげえんだな、じゃあ。確かに負けた、あの時。ねえ、それマジ嫌い、俺。あって何？あって何？なんか言ってた？こいつ、何やってもうまくいかないんだよ。何あって。焦んないのが一番かもな。何？なんか言ってた？それ言ってやってくれよ。いや、でも言っても一緒だよ。ラウンド1。いや、俺は。何？あ。何？ん？何だって？ん？何が？ん？なんか言ったか？何も？ご飯の話してたよ。うん。カルビってなんであんなバーガーキングいっぱい食えんだろうっていう話をしてたんだけど、胃袋がブラックホールでできてるっていう結論にたどり着いて。アリケン派じゃないよ。